呪い。この世界には呪力を操り人知を超えた技を可能とする術師と呼ばれる者たちが存在する。人は問う、この世で最も強い術師は誰なのか。呪術全盛、平安の世、あらゆる術師が総力を挙げて挑むも、ただ一人として叶う者はいなかった。部をわきまえろ、知恵者が。千年の時を経て現世に舞い降りる、まごうことなき史上最悪の呪いの王、両面宿儺。残酷、残虐、非道、まさに圧倒的邪悪。力以外の序列を知らず、その刃は世界を絶え間なく切り刻み続ける。図が高いな。彼にとっては己の快不快のみが生きる指針、もはや意志を持つ災い。虐殺の斬撃と豪華を携えた呪いの王、両面宿儺に打ち勝つ者など、果たして存在するのだろうか。大丈夫、僕最強だから。呪術界の頂点、爆誕。産声を上げたその瞬間に、あらゆる術師が敗北を認めた。単独での国家転覆すら可能な特級術師、その中でもさらに別格の存在。さあ今、封印から解き放たれた現代最強、五条悟。軽薄、バカ、個人主義、しかし言うまでもなく最強。絶対不可侵、無加減呪術。何人たりとも彼の許可なく触れることはできない。その真意は世の断りさえも拒むというのか。次、無限の収束と発散を掛け合わせ放たれる規格外のエネルギー、挙式紫。絶対的強者、五条悟、ここに完全復活。人類生存の道は彼の背中に託された。勝つのは打点か、天才か、鬼神か、神道か。強さゆえの孤独、唯一手に入らなかったものは自分と対等な存在。さあお前は一体どこまで俺を楽しませてくれる。最強 VS 最強、ついに激突。領域展開。